DJ 太郎がお届けです。JOY HELLO WORLD こっからはサイバーラボのお時間です。えー、だいぶまだまだ寒いですね。特に、えー、欲しくなるあったかくて美味しいコーヒーではないでしょうか。今週は目覚めの一杯仕事の合間、食後のひとときどんな時でもまあ、ほっと一息つかせてくれる。最高のパートナーコーヒーに注目です。中でもね。やっぱり海外からやってきた。コーヒーハロワ的に言うとですね。黒船コーヒー。 はい、えー、こちらに注目です、えー、初日の今日はですね From フロ i ハワイアロハハワイからやってきた黒船コーヒーでございまハロ、えー、その名もアイランィンテージコーヒー1996年あれ意外と最近ハワイで設立現在ハワイに4店舗を構え日本人観光客からも絶大な支持を得ておりますハワイでは行列の絶えない人気店です その日本一号店が2013年8月青山にオープンしましたアイランドヴィンテージコーヒーではフードもドリンクもハワイの本店のレシピを忠実に再現するのがこだわりです、まあ、ハワイで有名なコーヒーといえば粉コーヒーヒですよね。こちらでは粉よりも希少な幻と呼ばれるカウコーヒーをさらに美味しく味わえるようノンブレンド100%で楽しめるんです 今夜は特別にスタジオに買うコーヒーをご用意いただきましたねあのもうねコーヒー入った瞬間にまあいい香りですよねあのちゃんとこう豆の香りがするというかはいいただきますうんうんうんあのいいビター加減とあの コクはすごいあるんですけどただ雑味がそんなないんで後味はすっきりなんですよね、えー、どんどんコーヒー濃くなっていくるとねちょっとた,た,たくさん何杯も飲むとあれかなとかって思ったりするので最近はちょっとこうもうね一日にやっぱ結構コーヒー飲むんですよねなのでこういうちょっとこう最初の口当たりがこうキリッと苦みありつつもその後すっきりしたコーヒー好きなんですけどいいですねはいやっぱこう今こうハワイのアロハな BGM とともにこう,う飲むとね 寒い冬特にねちょっぴりなんかちょっとこうワイハー気分というか、えー、うんこれ今日はオンエア中はこれいただきますはいでコーヒー以外にもですね忠実に本場の味を再現した浅いボールですとか浅いスムーズーもおすすめです、えー、一口でハワイを堪能できるアイランドビンテージコフィーヒー来月2月12日木曜日にはなんと表参道に2号店が オープンいたしますね、はいえー、表参道店にはハワイのヘルシーフールと知られるポキを使ったポキボールも登場ポキってのはマグロだぜポキボール美味しそうぜひ食べたい今日はですねそんなアイランドヴィンテージコーヒーから素敵なプレゼントオリジナルのトートバッグを5名様にプレゼントいたしますわ可愛い,いなんかねちょっとこうちっちゃめのトートバッグですよね 浅めで、はいえー、ちょっとこうお買い物に女子とかプッと持ってるとちょうどいいのかもしれません。可愛い,いです。すごい。色は、えー、黒と白ですかはい。アイランドヴィンテージコーヒーの、えー、ロゴが調べております、えー。こちらをですね、5名様です。ご希望の方はですね、まあ今日せっかくリクエストやってるんでね、こうリクエストをこう書いてくれたメッセージに、えー、トートバッグ希望とぜひ添えていただきまして。なので住所とか連絡先も忘れずに書いてくださいね。で、当選者の発表は 今日は発想を持って返させていただきますので、hw.j-wave.co.jp の方までお願いいたします。で、今夜紹介したアイランドヴィンテージコーヒー気になった方は番組のホームページチェックしてみてください。後ほど、えー、ブログにリンクを貼っておきます。サイバーラボ、明日も美味しい黒船コーヒーご紹介です。どうぞお楽しみに。